みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナム。今日は浅草の浅草寺を解説していきます。もう一番人気の観光スポットですよね。これから行く人、行ったことある人山ほどいらっしゃると思います。浅草寺さんって実は東京で一番古いお寺なんです。しかもそれが飛鳥時代まで遡れるっていうやばい古さなんですよ。なのでまあそういった歴史も含めつつ、拝観ポイントをこの動画でギュッと解説していきます。この動画を見れば浅草寺参りが100倍楽しくなる、そんな動画です。では、行きましょう。では、参拝しながら目に入ってくる景色順にぜひチェックしてほしいってところを解説していきます。まず一つ目、雷門ですよ。これはもう全員が写真撮っちゃいますよね。いろんな人が記念撮影で賑わっております。浅草寺の雷門、実は942年に作られてるんです。で、歴史上出てくる数字がそこなだけで、もっと古い可能性もあります。で、その当時が雷門って言われたわけではないんですけども、平野金正さんという方が、泡の神、だけども武蔵の神にもなりたいなっていうのを浅草寺さんにお願いしたら、無事に国士になれたということで、その感謝で浅草寺にいろんな建物を作った。その中にこの雷門がありました。で、雷門って言ってますけども、正式名称、風神雷神門。よく見ると、あの赤い提灯だけじゃなく、幹と秀な風神雷神様が祀られてるんです。そうやって、こう、いい神様を置くことで、境内を守るということですね。風神雷神は特にこう、雷と風ですから、まあ悪いもん吹き飛ばすっていうのもあるし、恵みの雨を降らせるっていうことで、やっぱり火災が天敵ですので、その点からお寺を守ってくれるっていう役割もあります。942年にこの雷門の原型が作られてから今に至るまで何回も壊れては建て直され、壊れては建て直されを繰り返してきました。雷門という存在もみんながやっぱりシンボルとして作り変えるんですね。じゃあ今一番最新で我々が見ている雷門、誰が作り変えたのかというと、松下幸之助さんなんですよ。なので雷門ぐーっと入っていって、最後振り返ると提灯の一番下のところに松下電器のちゃんとあのプレートがはまってるんですよね。あの、ずっとご寄進と言ってね、雷門を10年に1回、はい、新しいものを作り続けていらっしゃるんです。すごいですよね。ポイント2、雷門行ったら、提灯の下から上見上げてください。龍がいるんです。はい、これポイント2つ目で、浅草寺は龍のお寺なんですね。浅草寺の歴史の話になります。これ、実は1400年前、飛鳥時代で聖徳太子の時代ですよ。隅田川で漁師をしていたとある兄弟がいました。竹成家っていうところの兄弟が釣りをしていたら、仏像が網に引っかかるんですよ。でも当時仏教がまだ日本に知れ渡ってないので、まだ聖徳太子が取り入れたばっかの時代ですからね。なんだこりゃっつって、ちょっとわかんないからもう一回戻す。でもまた網に引っかかるみたいなのが繰り返されて、じゃあもうちょっとこれ今日持って帰るかっつって、その仏像を持って帰って、で、村の長老に相談したんですね。そしたらまあ長老頭良かったんですよね。あ、これは小観音菩薩っていうすごくありがたい観音様の姿をした仏像なので、これをちゃんとお堂を作って祀って拝んだら必ずいいことあるよって言って、でその兄弟たちはね、もう幼いながらに、こう草で作ったお堂に観音様を置いたらナムナムってやったわけですね。で、この実は観音様を釣り上げた時に不思議なことが起こっていて、その観音様が現れた時に、一晩で千本の松がうわって一気に生えてきて松林が生まれたと。天には金の竜がうーっと現れ、その林の中に松林にうわって消えていったっていう、この観音様を釣り上げた不思議な出来事に竜が現れてくれたってありがたい恵みだっていうことで、なので浅草寺の正式名称は金竜山浅草寺なんですよ。だからまあ竜のお寺ということで、で竜は仏教にとって五方全神と言って、まあみんなを守ってくれる強い神様なんですね。あとは雨を司るので、雨を降らしてくれる、雨っていうのは恵みの雨です。火災からも守ってくれる。仏教の教えっていうのは、雨のように天から常に降り注いでいるというふうに言われる、そんなありがたいものを降らせているのが竜だっていう、ちょっとややこしいんですけれども、なので浅草寺は竜が大変大切にされていて、竜のオブジェがいっぱいあるんですよ。そうやってこの1500年ある長い長い歴史をありがたく守ってきてくれた竜っていうものを今も大切にしているっていう部分を見ながら巡っていくと、浅草寺のさらに深いところまでこういろいろ目を見て楽しんでいけると思いますので、よかったら浅草寺さん行ったら竜を探してみてください。はい、ではまずその雷門の下には竜がポーンといらっしゃいますのでね、あ、浅草寺は竜が守ってるお寺なんだなっていうことを確認してくださいね。別にこう手合わせたりこう触ったりする暇はない場所なんで、あ、いるなって確認するだけで大丈夫です。仲見世通りが始まります。
仲見世通りもただの商店街じゃないんです。あそこも大変歴史があって、日本一古い商店街とも言われています。まあ、いろんなところに商店街広まっていて、日本最古って言ってるところいっぱいあるんですけど、まあ、そのうちの一つですね。で、浅草寺は江戸時代になってやっぱ参拝っていうのが当時の一番のアクティビティ、レジャーですから、どんどん参拝者が増えてくるんですね。で、大きいお寺さんっていうのは本堂だけじゃなくて、そこを守るようにいろんなちっちゃいお寺さんができて、お坊さんが働いていて、で、その中にもさらにいろんなありがたいものが祀られてる。もう参拝者もどんどん増える。じゃあ、汚れてきちゃったわけですよ、道が。じゃあどうしようかって言ったら、その周りのお寺さんが、じゃあここの人がいっぱい通る通りに、お店出していいから代わりに掃除してよ、とお願いしたんです。で、お掃除する代わりに参拝する方にお茶を出したりとか、ちょっとお菓子出したり、みたいなお店ができていって、どんどんさらにさらに盛り上がっていった。まあこれが、お寺があって参拝者の人気が出てきたら、町が栄えるっていう話の一番のモデルケースですよね。これ全部江戸時代の始まり頃、1680年とかそれぐらいの話です。だから、もう蓄積されてきた浅草寺の商売人の心意気っていうものとホスピタリティっていうものは仲見世に溢れてる。だから、独特の雰囲気があって楽しいんですよ。はい。ということで、そう、あ、ただ歩くだけじゃなくて、あ、これ江戸時代からずっとこの活気があるのかっていう、その歴史の一部に自分もなれるみたいなところも感じてください。そして仲見世通りに抜けると、宝蔵門というでっかい門がさらに出てきますね。これ二王像です。阿行、運行がバーンといて、表にね。で、裏側には巨大なわらじがバーンとあってあって。で、二王像側、表から見上げると、本堂も見えるし、五重塔も見えるし、わぁ、なんかここはちょっとタイムスリップした感がある。で、宝蔵門くぐって、振り向いて、巨大なわらじが掲げてあるんですけど、そのわらじ越しに宝蔵門見て、奥にスカイツリーっていう、なんか近代的な景色も楽しめるっていう、ちょっとその宝蔵門周りは景色が楽しめる場所なんですけれども、こちら宝蔵門、あの、二王像がいる通りに、阿行、運行は、悪いもの入れませんよ。こっからさらに守られた像なんですよっていう意味です。これも942年平の金正さんが阿波の神だけども武蔵の神にもなりたいなーって拝んだら本当に武蔵の神になれた、わーありがとうで作った建物なんですよ。ちなみにこの裏手にかかってる巨大なわらじっていうのは大きいわらじがある、つまりこのお寺にはこのわらじを履くサイズのでっかい何かがいますよっていう PR で、魔物が悪い奴が境内入ってきた時に、うわ何このでかいわらじ、こんなでかい足の人がこのお寺にいるのか、こんな化け物がいるお寺には怖くて入れないって言って悪者が去ってくっていう効果を期待した巨大わらじです。これマジなんですよ。ぜひと皆さんそのわらじも楽しんでください。いよいよ出てきますよ、本堂の前に上香炉。これ皆さん煙こうやってふわふわってこうやってね、頭にやったりとか体の悪いところに当てれば治るみたいなありますよね。ちびまる子ちゃんだったら、ちびまる子ちゃんが浅草寺参りした時のおじいちゃんへのお土産は上香炉の煙をビニールに入れて持って帰ったっていう話までありますけれども、はい、これただの煙じゃないんですよ。ちゃんともちろんありがたい煙で、まお線香の煙ですよね。で、我々は仏様にお参りするときには必ずお線香を立てますよね。お盆でもお葬式でも立てる。これ何かというと、お線香はまず清めるという役割があります。この煙によって空間を清めることで我々の汚れを落として拝む。こうやって仏様に向き合うときの身だしなみみたいなものです。とにかくお寺は清める。さらに、お線香をお供えするそのいい香りが立ちますね。この香りは仏様の食べ物になるんです。こうやって我々は仏様の香り煙を食べ物としてこうお供えしているということで喜んでくれる。ありがとうっていうことで徳を与えてくれる。徳のポイントが貯まるみたいな表現をするとちょっとわかりやすいと思うんですけど、徳が貯まる。いいことなんですね。なので、ぜひね、お線香も売ってますので、ただ煙を浴びるんじゃなくて、横でお線香売って、それをいただいて火つけてお供えしてください。はい。で、そこでこの煙を浴びるっていうのは、もちろん体に悪いもんじゃないです。清める煙をいただくわけですから、そうやって体をこう、はって気持ちよくして、こう、一回心をさっぱりさせてから、本堂に入るっていうのは大事だと思いますね。が一番大切なゾーンです。浅草寺行った、仲見世楽しかった、ご飯美味しかった、煙浴びた、帰ろうじゃダメですよ。ちゃんと本堂に入って、お賽銭5円でもペロンと投げて、手を合わせる。皆さん、この浅草寺さんってお寺なので、まず参拝の時に手を叩いて二礼二拍手をしなくて大丈夫です。
はい。で、この浅草寺さんの本堂、なぜ大事かというと、本堂に一番中央に祀られているご本尊、これが、聖観世音菩薩というお寺のご本尊様です。聖観世音菩薩、音を見る観音様と書きます。音を、何か物を見るように聞こえてくる。我々が拝む、この心の声すべて聞こえてます。その聞こえた声に必ず手を差し伸べてくださる。ご利益は諸願成就と言われて何でも聞きますよっていう、ほんと優しい方ですよね。まあ、1400年前、飛鳥時代に兄弟が川から観音様を釣り上げた。で、龍がまた、うわぁ、なんてありがたいんだ。で、拝んだらどんどんいいことが起こったから人気になっていった。で、平安時代も、鎌倉時代も、室町時代も、いろんな人たちが拝んではいいことがあった。例えばですけど、徳川家康も、足利尊氏も、源頼朝も、みんな自分たちが戦に勝つ前はそこに立ち寄っています。まあもちろん負けてる人も、手を合わせてはいると思いますよ。でも、観音様のおかげで僕たちはうまくいきましたよっていう人がたくさんいらっしゃった。だから、この観音様は、1400年間ずっとずっと大事に、守られ続けているんです。東京って本当にいろんなことがありますよね。もう地震災もあれば戦争もある、火災もある。で、江戸城ができるまでは結構田舎だったわけですよ。だけれども、この浅草寺さんだけはずっとずっとあり続ける。なぜならば観音様のご慈悲に皆さんがずっと手を合わせ続けているからなんですよ。だからどんなことが起こっても必ずそこの観音様は復活させる。みんなが耐えさせないですね。観音様に自分たちが手を合わせたいんだっていう人気がそうさせているんですね。そこでですね、観音様、ちょっとまた一つ面白いポイントなんですけども、じゃあその観音様の仏像見れるのかなと思ったら見れません。この観音様は絶対秘仏と言って、仏像には秘仏と言ってですね、お寿司という箱の中に閉じられてしまってありがたすぎるゆえに見せないというものがあります。で、これは観音様が自分自身がいろんな人に救いをしたいということで、自分自身から私ちょっとも秘仏してくださいっていうのをお坊さんに夢で伝えたんですよ。自分から言ったわけです。じゃあわかりました、秘仏しますね、絶対開けませんっていうことで、開ける日がもう設けられてない絶対秘仏になったわけなんです。だから我々はその姿を見ることはできない。見ることはできないからこそ、あなただけの心の中だけの観音様として静かに手を合わせることができる。まあそんなことも私はいいポイントだと思っております。なので浅草寺来たら観音様を絶対に手を合わせて帰ってください。ここから2ポイント。まずは、おみくじを引くこともありますよね。浅草寺のおみくじは今日が多いです。これは、おみくじってそもそも仏教の比叡山延暦寺っていうお寺で始まってるんですけども、そこは観音様のお言葉がいっぱい書いてある紙があって、それを悩みを僧侶が聞く。で、それをご祈祷して、で、くじを引いて観音様の言葉を引く。で、それを悩みに応じて観音様の言葉を解説する。っていうものがおみくじの始まりに、ちょっと占いというか人生相談みたいなものだったんですよ。で、そこからさらに民衆に広がるにつれて、その、大吉から今日までいろいろこう付け加えていくわけですね。で、その一番初め大吉いろいろ付け加える中って割と厳しい言葉が多くて、今日がそもそも多かったんですよ。ただお寺参拝がやっぱエンタメブームになってくる時に、参拝者の方にもいい気持ちで帰ってもらいたいから、あんまり今日が多くてもかわいそうだねっていうことで大吉の割合が増えてったんですよ。今日の割合が減ってたんですね。だけども、浅草寺さんはこれで歴史のあるお寺さんなので、いやいや、うちは古いままやりますよ。今日をちゃんと増やしたままの、古いままの状態。昔のままやっているっていう意味で今日が多いです。はい。だから今日、意地悪で増やしてるとかじゃないんですよ。昔のままなだけ。周りのお寺さんの大吉が増えていってるっていうだけ。ということで、浅草寺さん、今日がかなり多い確率ですので、気をつけてください。今日が出るのをお楽しみに。1400年前に、隅田川の漁師の竹成兄弟が、観音様を網で引いて釣った時に、まずはじめに、草でちっちゃいお堂を祀ったっていう話したじゃないですか。その祀ったお堂が、本堂を出て、ぐーっと仲見世通り帰っていって、雷門抜けてった先に、川沿いにですね、駒形堂という小さいお堂があります。そこにちょっとした公園になってるんですけど、そこが一番初めに竹成兄弟が観音様を祀った場所なんですよ。なのでめちゃめちゃ2ポイントです。この浅草寺の歴史、観音様のありがたみを体感するなら本堂を巡った後、最後ちょっと駒形堂にも足を運んでみて、ここ意外と歩くんですよね。まあ、5分10分くらい歩くんですけど、まあ、でもここで釣り上げたもありがてえもんで、ちゃんとした場所に祀ろうだ、ここまで持ってったのか、みたいな、こう、肉体でね、その歴史の、この土地感覚を
確かめながら、ぜひこの駒形堂も行ってみてください。建物自体は今は新しい鉄筋コンクリートですけども、まあ当時からずっとあったってことで大事にされております。で、個人的なポイントとしては、その宝蔵門を抜けて右手に仏像が2体ロザであるんです。これ二尊像って言うんですけども、鉄でできている仏像。これ観音菩薩、静止菩薩っていう仏像なんですけど、こちらすっごくね、美しい顔されて、堂々と立っていて、見栄えのいい仏像なんですけども、浅草寺さんってやっぱ震災もあったり、戦争もあったりで、火災があったりで、いろいろ困難があった。なんで、今あるものだって結構昭和とかに作り直されているものが多いんですけども、この仏像は江戸時代のそのままの姿ですので、よかったら当時のお顔だなっていうので、ファッと見上げていただけると面白いんじゃないかな。はい、ということで、御仏の浅草寺ポイント解説初級編です。雷門、仲見世通り、宝蔵門、香炉、本堂だけですけども、まだ本当にいろいろ巡ってる場所たくさんあるので、気になる方いたら、またコメントなどでいろいろ教えてください。また、有名寺院解説シリーズちょっとやっていこうと思いますので、このお寺のお情報欲しいよって方いたら、はい、コメントそれもください。最後まで見てくれてありがとうございます。もしよかったら、グッドボタン、チャンネル登録、ぜひ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 、ナムお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。みほとけでした。ナム。